注意してかかろう。私の番だね。ほいっと。任せてくれ。行くよ。私の番だね。行きます。白き刃よ、お願い。マイ、よし、これで大丈夫だ。
うん、ここなら釣れそうだな。お、いいポイントみたいだな。行くぞ。せい。と任せた。行きます。敵ユニットの抵抗を解析。掴めました。行こっか。行くぞ。た。と任せて。戦闘終了。先に行こっか。せい。状況開始。私の番ですね。敵ユニットの抵抗を解析。解析完了です。行こっか。しっしっ俺の番だな。私の番だね。行くぞ。せい。
よし、これで大丈夫だ。中世の遺跡っぽいギミックだね。ええ、水の力を使ってるんでしょうか。千代が一刀。こんな場所までわざわざ入り込んでくるとはな。え、この声。ユース、よかった。まさか屋敷に戻るなり行動の自由を奪。そうか。どんな状況か大体知ってるみたいだね。ああ、革新派を牽制するために帝都知事の息子に濡れ衣を着せて拘束。まさかそこまで露骨なことを父が企てるとはな。結局俺と話すつもりなど父には最初から。ユーシス、まあ俺のことはいい。この地下水道の構造は兄から聞いて大体把握している。両方軍の詰め所まで。ユーシス一人で巻き。先月の実習とは大違い。父のやり方に納得いかなかっただけだ。それに今頃奴も心細くてベソをかい。それを目撃できるだけでも助けてやる価値はあるだろう。やれやれ。よし、それじゃあ先に進むか。両方軍の詰め所は西だ。とにかく急ぐぞ。
な宝箱です。邪魔だ、下がるがいい。あ、任せて。ほいっと。参る。そこだ。タ！チャンスだ。もらい。任せるがいい。胸が大きいと登りにくい？フィーちゃん。敵集団捕捉。状況、私の番だね。俺の番だな。参る。はっ。
もらい。今の悪くなかったかな。ああ、うまく合わせられたな。こちらの先生、押し切ろう。私の番だね。ほいっと。行くぞ。はい。そこです。俺の番だな。造作もない連中だ。扉か。近くの仕掛けで開くはずだ。探してみるぞ。敵接近、気をつけてください。行くぞ。さあ一気に行くぞ。任せるがいい。行くよ。行くよ。いいだろう。はい。ゴーキ。続きます。はい。俺の番だな。はい。時間を取られた。先に行くぞ。畳みかけるぞ。あ、任せて。俺の番だな。タ！いいだろう。私の番ですね。そこです。行こっか。シッシッ。行くぞ。タ！いいだろう。さあ。行きます。タ！戦闘終了。気を引き締めない。お宝見っけ。こちらの先生、押し切ろう。私の番だね。シッシッ。参る。
大丈夫だ。よし、掴んだ。敵発見。撃破する。俺の番だな。任せるがいい。た、任せて。せっや。行きます。そこです。マイル。た。お、任せ。や。崩れた。やれ。私の番ですね。や。行こっか。や。マイル。私の番ですね。俺の番だな。そう。行きます。これで一安心ですね。やっぱり胸が。フィー、そのくらいにしなさい。まったく。下がってて。なんだ。おい、イグニッション。この際だから君は一体で思えば入学式の日も俺たちよりも2歳年下なのに、そして戦闘力に至ってはセーブすらしてるんじゃない。何？
まあいいか。士官学院に入る前、爆薬も元ソードの扱い方も、ただそれだけ。イエーガー、そうだったのか。聞いたことがあります。一流の傭兵部隊のことをそんな風に呼ぶし、信じられん。死神と同じ意味だぞ。私、死神？いや、そうだな。ええ、私たちにとって。フィ、それと気にしてない。それよりマキアスを助け。ああ、よし。いかにもな地下牢だね。ああ、その声はマキア。無事だったか。君たち、この状況でまさか忍び込んできたのか。ああ、バリアハートの地下水道を通ってね。とりあえず開く。この場をしのげればなんとかごまかせるはずだ。ありがとう。しばらく出られないと覚悟していたところだった。しかしリーンやエマ君たちは貴様のベソを描いた顔。それと父にこのくらいは。そうか。しまった。ち、巡回ご苦労と言いたいところだが、しばしの間を眠っていい。速攻で落とすぞラジャ。はい。敵接近、気をつけてください。任せるがいい。シャフ、俺の番だな。タッ、チャンスだ。もらい行きます。敵ユニットの抵抗を解析。掴めました。行こっか。やっやっ、油断したかな。俺の番だな。
参る。行きます。俺の番。今だ。続きます。俺の番だ。行きます。俺の番だ。いいだろう。参る。行きます。行くぞ。行きます。俺の番だ。何か。ありえん。私の番です。マイル。はい。マイル。はい。まだやれる。まだやれる。行きます。負けられない。なんとかしなくちゃ。いや、すまない、みんな。ダメ、このままじゃ。すみません、なんとかしなくちゃ。いや、すみません、皆さん。ここか。いかん。ああ、マキ。は、君この、ま、一体な、ま、時間この場、ま、ありがとう。ふん、それ巡回しそラジャ。はい。敵発見。撃破。行くぞ。さあ一気に行くぞ。いいだろう。あ、任せて。行くよ。俺の番だな。はっ。私の番ですね。私の番だね。行くぞ。はい。敵いる。私の番だね。私の番だね。排除す。行くぞ。あ、任せて。はっ。マイタン。よし、これで大丈夫だ。しかし油断しなければこんな事態には。あの場合は仕方ないさ。とにかく無事でよかったです。
かなり訓練され猫か、いえ、犬かのマジ君のところの軍隊はあくまで退路を塞ぐつもりですね。獣のくせに。だったらこちら。ああ、せいぜいしつけてやる。特別実習の総仕上げだ。士官学院7組 A 班、全力で目標。一歩も引いてなるものか。強敵か。望むところだ。俺の番だな。僕の番だな。ありがとう。余計な真似を。私の番だね。俺の番だな。僕の番だな。これならどうだ。グゼだ。そこだ。私の番だね。チャンス。行くよ。俺の番だな。俺の番だな。行くぞ。せい。よっ。
いいだろう。はっはっ、ゴーキもらった。行くぞ。た、あ、任せて。せっ、任せてくれ。みんな、ありがとう。余計な真似を、俺の番だな。私の番だね。甘いわ。私の番だね。行くぞ。さあ、いいだろう。僕の番だな。これならどうだ。いいだろう。マイル、行こっか。いいだろう。はい、俺の番だな。行こっか。危険度低下。夜夜だね。当然。なんとかと。さすが。たかが獣ごときに。まったく笑い事じゃないだろう。そういう貴様。君の方こそ。やれやれ。実習の仕上げとしては上々すぎるくらい。ええ、戦術リンクも全員でつ。しまった。儲けている場合ではなかったか。ここまでか。ああ、捕まえてもらう。それよりもこいつらを逮捕するならば俺も同罪ということになるが。反りが合わないとはいえ、そのものがこのユーシス・アルバレア見過ごせるとでも思ったか。ユーシス、その必要はなかろう。この声、士官学院の方からキルス。それで急遽飛行、君たちの教官殿と共に。はい、お疲れ様だったみたいね。ソラク、どうしてここに。事情は一通り聞かせてもらった。ここは私が引き取るゆえ、父には話を通。この上私に余計な恥をかかせるつもり。あらら、意外にいい動きですね。ま、両方軍も日々の訓練は決して起こ、今回のような無用の戯れに生かされるべき練度で。なるほど。
それはともかく、どうして。さすがにタイミング。両方軍の連絡が来てからこちら。いやー、実はとある筋から早めに連絡をもらってね。急いでテートにいた理事さんに連絡を取ったのよ。それでテートからの飛行艇に。なんと、ま、まったく用意周到な。え、理事。おお。改めて士官学院の常任、今後ともよろしく願おうか。そんな話そなたの驚く顔が見られなあ。ちなみに常任理事は私、あくまで3人いるうちの1人。道理で俺たち7組についても詳しかったんですね。用意周到すぎ。いや、しかしまさか私の留守中に。相当かたくなではあったが、今回ばかりは理事として生徒への不当な拘束は断じて。兄上、ご配慮。やれやれ、若いのにだらしないわね。一晩ちゃんと寝てるんだから、もっとシャキッとしなさい。無茶言わな。さすがに今回はいろいろとありすぎましたか。ま、そうみたいね。 B 班の方もいろいろあったそうだけど、そこまで深刻じゃなかったみたいだし、問題の質は同じみたいだけど。問題の質。まさか革新派と B 班が向かったセントアークも四大名門の本拠地の一つ。ちょっとしたごたごたに、まあ4人で協力してなんとか切り抜けたそうだけど。そうですか。ちょっと安心しました。でもサラ、正直オーロックストリではシャレになってなかったけど。ええ、そして両方軍だけじゃなくて正規軍も軍備を拡張してるわ。言うまでもなく革新派、鉄血宰相が掌握している。それは、うん、士官学院は私たち確か正規軍にも両方軍にも。まあそこら辺は今は気にする。君たちはまだ
学ぶ立場にある。今回みたいに厄介で面倒な現実を少しずつ知りながら、それでも今しか得られない何かをつかむことができるはずよ。かけがえのない仲間と一緒ならね。ああ。それは社会に出たら何の意味もない儚いものかもしれないけど、どこかできっと君たちの血肉となり大切な財産となってくる。少なくとも私はそう信じてる。サラキちょっやれやれ、何を言いだ。ちょ、なんでそのタイミングでみんなして爆笑するのよ。すみません、おっしゃってることはすごく感銘を受けたんですけど、いつもの教官とのギャップがありすぎて。ちょっと臭すぎ。今しか得られない何か、そしてかけがえのない仲間と一緒ならか。ちょ、やめたまえ。あ、もうせっかくいいこと言ったのに。あんたたち思った以上に人。砦で見つかっちゃった時はどうしよう。もしもし、こちらホワイトラビット。うんうん、まあ細かいことはいいじゃん。あ、でもいろいろ面白いのはいたけど、レンチ…え、ダミー情報？君とおじさんの裏を書いたの？すごい。僕これからクレアと合流するけど。了解、まったね、デクター。そういえば士官学院、あーな、母ちゃん、そうそう、ここでの仕事は終わりだよ。行こっか、アガートラム。ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。明日も期待してるわよ。パーフェクト、よく頑張ったじゃない。